社民党は全国幹事長会議や常任幹事会を相次いで開き鳩山政権から離脱することを正式に決めました発足から8ヶ月余りでの連立の崩壊は鳩山政権に大きな痛手となります常任幹事会を開きましてそこで政権を離脱するということを決定をいたしました鳩山総理が辞任した場合は連立について対応は変化するということはあるでしょうか 日米共同声明があのちゃんと生きているわけですからそれは関係ありませんただ基地問題を除く政策合意を踏まえて国会運営への協力は続けていく方針ですまた民主党との選挙協力も続ける考えで今後協議に入りますしかし近藤参議院議員は離脱するなら重大な決意をすると場合によっては離党も辞さない考えを示し混乱も見られます こうした中、茂野幹事長は小沢幹事長と電話で会談し近藤議員に対する選挙協力の継続などを求めました小沢幹事長は言おうとしていることはよく分かると理解を示したということです一方、政権離脱を受け辻元国土交通副大臣は前原大臣に辞表を提出する意向を示しました私も政府の一員として今まで精一杯 前原大臣を支えて仕事をしてきたつもりですけれども、やはり連立政権からの離脱ということになりますので、辞表を提出いたします。去年9月に発足した3党の連立政権は、わずか8ヶ月余りで崩壊することになり、鳩山政権は大きな転機を迎えることになります。